えー、近年ビーガンだのフェミニストだの LGBT だのによくわからない層の主張が強いですけど例えば LGBT 差別禁止法ができたところでそれをキモいという人の感情は変わらないわけだしたらの愚策だと思うんですがこういうのはどうなると思いますかえっとあの人種差別って一応日本でも法律違反なんですよねなのであのキモいと思ったとしてもそれを口に出してはいけませんなぜなら人間というのは理性のあるキモだからです 要はその、あの、口に出して不快になる人を増やすことで、社会にとってメリットがないんですよね。 なのであの死んだ魚のよしてる性格の悪いデブのおっさんとか見てキメーって思ったとしてもあの基本的には僕あの言ってるね <laughs> 言わないようにしてるっていう例として言おうと思ったんですけど言ってますね、はい、一応なんかその,あの人の外見とかキモいとかいうのは良くないと思いますよなのであの思ってもいいんですけどあの思ったことを口に出さないようにするっていう習慣をつけた方が社会はうまく回るんじゃないかなと思って本当に説得力がなくてすいませんはい 今日はあの説得力がないところですけど、ちょっとあの4時間でもね、今日はこんなところにしててください。なんか、あの、まだね、あの、11時とかなんですけど、まあ,あ、あの、働いてる人は明日仕事だと思うので、はい。頑張ってあいてください。はい。お疲れ様です。